はい、皆さんこんにちは、ボーギーです。今日はですね、こちらの便箋を用意しまして、通常よりもですね、ちょっとちっちゃめの便箋なんですけども、ちょっとここをですね、少し切っております。で、簡単なですね、手紙文ですね、これをですね、今日は書いていきたいなと思います。で、皆さんにですね、ちょっとお尋ねしたいんですけども、普段ですね、何ミリぐらいのボールペンを使っていらっしゃいますでしょうか。で、こういったですね、便箋をですね、書くのに適した、ボールペンのですね、太さですね。で、これはですね、どのくらいがおすすめかと言いますと、これ 1.0、0.7 ですね。で、これも、油性のボールペンなんですけど、0.7 ですね。で、これ 0.5 になります。で、こっちはですね、中字の万年筆なんですけども、中字なので 0.5 ミリに当たります。で、この中でですね、私が、こういった手紙にですね、適した、一番綺麗に見えるですね、ボールペンの太さ。これは何ミリかと言いますと、0.5 ミリですね。0.5 ミリがおすすめですね。で、なぜかというと、こういうですね、太い 1.0 とか 0.7 とかで書くと、どうしてもですね、字が、線と線がダブってしまったりとか、結構ですね、ちょっと汚く見えてしまうんですよね、全体がですね。なので、全体をですね、綺麗に見せるという意味で、0.5 ミリっていうのが書きやすいです。はい。ではですね、この 0.5 ミリの今日はですね、ボールペンですね。これを使って簡単な、手紙文ですね、書いていきます。で、文章はですね、先日は、手紙をいただきまして、誠にありがとうございます。で、これからもご指導をいただきますように、よろしくお願い申し上げますというような文章をですね、書いていきたいなと思います。で、これにまず書く場合ですね、すぐに書くんではなくて、全体をですね、どの辺に収めるかをですね、まず決めていきます。で、全体でですね、4行ほどで書いていこうかな、というふうにですね、私は思ってますので、4行で書くんですけども、一番最初とですね、で次に文脈がちょっと違う分ですね、ところは、1文字分ぐらいは開けます。そうするとですね、段がすごく綺麗になりますので、読み手がですね、読みやすいんですよね。なので、綺麗に見えます。ということで、4行にまとめてですね、今の文を、ちょっとバランスよくですね、まとめていこうかなと思います。で、以前も申し上げたんですけども、こういった文を書くときに、一番大切なことはですね、余白ですね。余白をきれいに、ちゃんとですね、詰めすぎずに、開けすぎずに、きちんと読み手のことを考えて、余白を開けるっていうことをですね、前お伝えしましたけども、そのような感じでですね、ちょっと書いていきたいなと思います。はい。では、ちょっと長くなってしまいましたが、今からですね、ちょっと書いていきたいと思います。では、まず最初ですね。ここがちょっと始まりなんですけども、一つ分ですね、ちょっと開けます。で、この辺ぐらいからですね、先日はというふうに書いていくんですけども、ちょっと書いてみます。で、先日はのですね、先という字は漢字で、少しですね、大きめに、書くといいと思います。こんな感じですね。で、手紙なのではですね、先日、ちょっと大人っぽく書く、書きますので、先日の実ですね、は少しですね、画数も少ないのでちっちゃめに書きます。で、続いてですね、先日はですね、ひらがなですね。で、これは少しこう線を伸びやかにして、こんな感じですね。で、ここの左の方がちょっと長いですね。ここをスペースを少し空けます。先日はですね。で、お手紙をですね、ですね。で、手紙、漢字なんですけども、これですね、だんだん手紙、手と紙はですね、大きさをですね、ちょっと変えていきます。
これおよりも手の方がちょっと大きめですよね。で、紙という字はですね、結構大きめに書きます。そうすると全体がですね、こう、末広がりのような感じで、リズムが良くなりますので、紙という字はですね、できるだけ、まあ、はみ出さないようにですね、まあ、綺麗に収めて書くんですね。で、次ですね。ここはですね、長く、左右のバランスを取るために結構長くですね、こんな感じで長くしてあげます。で、そうすると、先日はお手紙ですね。で、ちょっと字のバランスがですね、大きかったりちっちゃかったりするので、リズムが生まれるんですよね。なので、こういう風にですね、書いていただくと、非常にですね、後々最後見たときに、パッと見たときにですね、非常にこう、字が綺麗に全体がまとまって見えるので、こういう書き方をします。先日はお手紙をいただきましてですね。で、たはですね、ひらがななんですけども、字がちょっと広がってますので、こういうふうにですね、手紙で書くときは、ちょっと大きめに書いていただくといいと思います。だだき。で、きはですね、少しちっちゃめですね。いただきですね。で、まして。まもですね、同じぐらいの大きさですね。で、しはですね、こういう手紙文では、結構伸びやかに書いていただく。こんな感じですね。し。少し長めに書いていただくと、そこ、バランスがすごく良くなります。で、手ですね。で、結構ですね、この幅見ていただくといいんですけども、全部ちっちゃいですよね。これ2行に1字を全部書いてるんですけども、横幅が結構空いてますよね。で、しなんかはですね、ここしか使ってないので、結構この辺が空白です。で、次ですね、バランスをちょっと取りたいので、次もですね、だんだんこう細く書いてしまうと、ちょっとですね、字全体がバランスがおかしくなるので、次はですね、横長ですね。で、ちょうど手が来ますので、これはですね、少し横長を意識しながら、こんな感じで書いていきます。はい。では、先日をお手紙をいただきましてですね。はい。で、ここは一文字開けてますので、次、こっち。上の方からですね。で、次、誠にですね。誠という字はちょっと漢字で書きます、ね。で、誠もですね、漢字で画数が大きいので、結構大きめに書くといいですね。で、次、にですね。にという字は、ひらがなのたとかと同じようにですね、たとかはとかと同じように、ここをこんな感じでちょっと伸びやかに書いていただいて、ここですね、スペースをちょっと空ける感じですね。これ誠に。で、次は全部ですね、ひらがなが入っていきます。ありがとう、誠にありがとうございました。で、あもですね、これ結構大きいですけども、りは細長いですよね。こういうふうに字の特徴を利用しながらですね、結構大きめ、長細くとかですね、ちっちゃくとか、いろいろありますので、全部が全部ちょっと同じ大きさで書いてしまうとですね、ちょっと字が単調になりがちなので、字の大きさをですね、変えていきます。はい。で、とですね、と来ました。とはちっちゃいですよね。ちっちゃく書きます。で、それとがなんですけども、かとかがはですね、この中央線の左側にですね、大部分を持ってきます。で、ここ、大きく取りますね。
一見ちょっとずれてる感じますけども、後から全部見ていただくとすごくちゃんときちんとまっすぐに書いてるようになります。はい、で5ですね、ありがとうですね、ととうと5はですね、横幅が全部ちっちゃいですよね。で次ですね、ちょうど、ザございますの座が来ますので、座は横棒が結構長めですね。長めに取っていただくと、こんな感じですね。ここでぐっとこう広がりますよね、文章が。なので、結構リズムが生まれます。ありがとうございましたですね。はい、では次ですね、これからもご指導いただきますようですね、はい、で次レですね、これからものレですね。レはですね、ひらがなの中でもすごいこう美しくこう輝ける文字じゃないですけども、結構主張できる、これ一字でもですね主張できるような文字だと私は思ってますので、こんな感じですね。でちょっとここ離れすぎましたけども、ではちょっと大きめですね。でこの線払いですね、これはすごい伸びやかに書いていただきます。で次かですね、かは中央線の左側に、で次らですね、でラはですね、ここ大きめに取りますね。ここ膨らんでますけども大きめですね。ここ狭まってしまうとちょっと字が変になりますので、これからっていうもうですね、もうこれからもご指導いただきますようですね。はい、という指導ですね。これは漢字なのでちょっと大きめに取りたいと思います。ご指導をいただけますようですね。あとはこう流れるようにちょっと書いていただく。いただきますよう。はい。で次木なのでちょっとちっちゃめを意識して書くですね。いただきますよう。はい、で巣がちょっとできますね。巣もですね、すごく大きめに書ける字なので、こんな感じ、横線ですね。横線は結構主張して大きめに書いてください。いただきますようですね。はい、で次上いきます。いただきますよう。このロも、そうですね、さっきの、ラと同じようにですね、ここの大きさを結構大きめに取っていただくと字がすごく大人っぽくなります。はい、でクはちょっとちっちゃめですね。これからもご指導いただきますよ、よろしく。で次お願いですね。お願い申し上げます。で締めます。
い申し上げますですね。そうですね、最後はい、では開けました。ちょっとアップにしていきます。こんな感じですね。見えますかね。